では行きます。先行マイケル2000、高校ユーマ、8小節4本、DJ ヨチ、カンマセイ。イエーイ、始めるラップ、いらないアップ、ここでアップアップ、けど始めるラップ、打ち込むスラムダンク、そんな感じ。今日まだラップ始めて、まだ1ヶ月目、けどこんなユーマさんと対戦できるとは思ってなかった。マジ嬉しいけど、俺は今日はリスペクトをポケットにしまって、ここで沈める。ただそれだけ。サマスラップ、ユーマさん、アンサー返してください。ありがとう。1ヶ月目でなんか俺のことを狙ってきてくれたっていうのは本当に偉いと思うぜ。俺のことを選ぶセンスとかも A ランクだと思うかもしれないけれども、結局俺は B ランクだとしても B ボーイの B ガップ、そこら辺 B バップじゃなくて、お互いに E ランクになった時でも E ランクになりたいよな。これはチャンスだと思うぜ。ペニスもダンスしてるようなチャンスだぜ。俺もペニスはタンスにしまうことはねえけどな。生でペニスを聞けてマジ興奮してる。1ヶ月で16に一段階、それでやってグラップ、カマスラップ、けど何言っていいか分かんないけど、結婚させたことマジで感謝する。ありがとう FMB、第2陣俺は出る、しっかり出ると。大バカ、つもりやってくだけ。よ、下ネタばっかのノーマル型、聞けたい下ネタノーマル型、俺ノーマルタカ。何しに来たんだよ。さっきのじゃんけんの方がお前強かったぜ。俺と何回も炎上してたんだからな。そこに遠慮はないだぜ。もちろん炎上しても俺ならエンジョイできれば最高だと思うぜ。そうやって戦場に行ってるような気持ちだぜ。こうやってステージ上ですげえ貴重なこともやってるかもしれないぜ。俺の下ネタが出なくなるぐらい。お前ちょっとなんか大丈夫か？もうちょっと前儀してから本番迎えた方がいいんじゃねえか。まずさっき、初めて聞いた下ネタ。けどやるしかねえ。やると決めた。今日はユーマさんの目でも借りに来た。いや違う、首を借るつもりで裏っこに来た。だからやるしかないと決めた。俺はまだまだ気を利こう。けどしっかりライムする。ここで勝利をゲット。みんなはしてくれ、俺にオンザベッド。そんな感じ。今日はチャレンジャーじゃないヘイター。ユーマさん、俺がなぜそこで今日はストッパー。頑張れ、もっと頑張れ、マイケル2000最高だぜ。頑張れ、まるで願掛けもするような感じだぜ。これは願謝だぜ、感謝だぜと思うような感じだぜ。お前がトナカイならば俺はサンタだぜ。メリクリペニっていうような感じだよ。うん、俺とこうやって対面できたっていうことで、マジで、まあんたは毎面こういう対戦の中で大変な、こんな世の中かもしれないけれども、ヤバめだぜ俺の M 字の体型。ありがとう毎面言ってくれて、ありがとう毎面。けどいつかは出たら絶対に凱旋、そんな感じ。えぐる内面、今日対戦、けど与える対戦。俺今 YouTube やってる、これ YouTube チャンネルも対戦、そんな感じ。もう言うことないけど、やべえ、マジで興奮しまってる。積もれたばっかの手に手に、今日は見せる、しっかり精神誠意。素晴らしい、めっちゃわかる、その気持ちめっちゃわかるよ。俺もな、全然ラップが下手だった時にさ、うん、俺にとって憧れの人とバトルできた時に最高に上がっちゃって興奮しちゃって何も言えなかったよ。そんな時の気持ちを思い出させてくれたお前ありがとうな。ラップ1ヶ月目でそこまでできたっていうのは本当にいいと思うぜ。俺もこっからこうやって残るぜ。そんでもって大丈夫だぜ、リスペクト、チンポコを誇るぜ。ナイスバトル。